さあ本日は元宝塚歌劇団雪組トップスターの佐切聖奈さんをゲストにお送りします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんか変わってないような変わってないです変わってないでもやっぱり目つきが違うっていうか、それはよく言われます。表情が柔らかくなったと。自分であるんですか、そういう。いや、自分で喧嘩はあんまり感じないんですけれども、やはり周りの方々から言われて、うん、そうかそうかそうですさあ、それではまずコーヒーを飲みいただきまして、はい、いただきます、はい、いただきます。はい、うん、あ、すごい、うん、割と、うん、割とあれですよね、しっかりしっかりしてますね。ね、こちらですね、ネスカフェゴールドブレンドバリスタ50で入れましたネスカフェゴールドブレンドでございます。はい、コーヒーにはポリフェノールが含まれていることを皆さんご存知でいらっしゃいますでしょうか。ポリフェノールで思い浮かぶのは赤ワインやココアかと思います。他にはお茶のカテキンやブルーベリーのアントシアニン、チョコレートのカカオポリフェノールなども有名なんですが、実はコーヒーには赤ワインと同じぐらいたくさんのポリフェノールが含まれています。もう半年経たれて、はい、なんか変化、さっきあんまりないとおっしゃってらっしゃいましたけど、まあ、精神的な変化として欲深くなりました。なんかあれやってみたい、これ食べたいっていうものが、なんか現役中こう考えないようにしてたのか、無意識に、はい、それが急に目覚めましてなので、まあ、いろんなことに、ちっちゃいことなんですけど挑戦してます。あの宝塚お嫁になってからコンサート、はいはい、シークレットスプレンダー終えて振り返ってみると、はい、SS というそのシークレットスプレンダーというそのショーも対談公演の一部のような感覚でした。初めての未知の世界に飛び込む不安と緊張感と、まあ、もちろんその共演してくださる皆さんも、はい、もちろん初めての方々ばかりだったので、まあ、そういう中に自分が飛び込む気持ちと、あとその飛び込んだ私をお客様やファンの方々がどう受け取られるのかなっていう、その両方が私に押し寄せてきていたのを終えて感じまして、あ、やっと今はほっとできているという状況です。自分でも思ってもいなかったような感情とかが湧いてきたりしたのかなと思うんですけど、結構私、女もいけるんじゃないと思いました男役がこう性に合ってるというか、こう見た目とは別として、そのなんて言うんでしょうね、あの性格というかに合ってたのに、そこから抜け出して果たしてやっていけるんだろうかっていう、その私以外の方々もちょっと心配してる雰囲気が漂ってたんですけど、まあ、私としてはいけますよねいけるでしょっていうこれでも要するに客席とかに久美子さんとかね、はい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 、たくさんご覧になりにいらしてたと思いますけど、やっぱ見えるわけじゃないですか、なんか変な感じじゃないですか、すっごく。そこはなんかもう稽古中に結構取り除かれて、稽古中はもうギャーギャー言ってました、変ですよねとか、あとやっぱリフトされて男性の方にもうひたすら謝る、すいませんすいませんみたいな、なんかこう、あ、やっと相手役の、まあ、先ひゆうちゃんだったり女役さんの気持ちが本当に分かったというか、今度ね舞台が終わりになりますから、その話もおいおい聞いていきたいと思います。はいはい、宝塚スタートークは毎週火曜日配信で、チャプター1からチャプター3までご覧になれます。この続きもぜひご覧ください。さて、今年の5月から梅田芸術劇場の、シアターで始まりますミュージカルウーマンオブザイヤーですが、はい、どんな気持ちですか今。一度やはりあの SS というショーの舞台で、あの宝塚の外の世界に飛び出したっていうのがあるので、はい、その時の気持ちとは全くそのお稽古が始まる前の印象としては、あの、なんでしょうね、不安感とか緊張感は割と少なめなんですが、何せセリフを言うという行為ですか行為っていうのになんかすごい久しぶりなんですよね。ああ、なのでそうですよね、私舞台忘れてないかなっていう、なんかその大丈夫かな、こう役を作るっていう感覚でこう思い出せるかなっていう、その辺の不安はあるんですが、はい、まあ、でも一人の人を演じるという意味で、そこまであんまり、なんでしょう、男役じゃないっていう気持ちはなくなってます。
なんか何でもござれじゃないですが、多分今はこうちゃんと充実したお休み期間といいますか、はい、充電期間をいただけてるので多分心の余裕があるんです。だから何でもござれなんですけど、だんだんね、だんだんこれが追い詰められてくると、分かんない、分かんない、もうどうなるか分かんないです。でも綺麗ですよね、あのポスターもブルーの、すっごい一番最初に出たポスターの時もそうだし、こんなドレスを着るなって思いましたね。しかもアンカーウーマンなんですよね。そうなんですよ、ニュースキャスターですよね。そうなんです、バリバリの。ちょっと今日はもう私ちょっとバラエティ担当なのでいやいや、でもでもあんまりあれですけど、でもイメージはすごいお似合いだろうなと思います。いや、まあ、なんていうんですか、割とこう芯のある女性なので、はい、まあ、男役としてのそのなんでしょうね、こう芯という部分では、まあ、少なからず遠からずっていう、なんていうかこう近い部分あるとは思うんですけど、はい、やはりね、うん、でもね、それもなんか新鮮ですよ ねこう私の中のこうなんていうんですか、引き出しというか、はい、印象にはない役じゃないですか、はあ、ね、だからやりがいありますね。ね、やりがいありますよね、うんうん、変身しなきゃと思って。そうですよ、共演者の皆様の中では、はい、どうなったか、まあ、でも春風さんとかね、ジュリさんとかいらっしゃいますし、はい、先輩なので、うん、ジュリさんとも現役中にはご一緒させていただいているので、はい、ああよかったと思って、うん、はい、でも他の方々は知らない方がほとんどなので、はい、皆さんがどうお芝居を作られるのかなって、そうですね、私は中の部分がものすごく楽しみで、SS の時も思ったんですけど、あ、皆さんこうやって覚えていくんだとか、こうやってこう初日に向けて作っていかれるんだって、そこが楽しくて、あ、宝塚だけだと思ってたんです、自分の中で好きなものというか興味があること、あ、でも作っていく過程って、あ、宝塚以外も、まあ、変わらない部分もいっぱいあって、変わってる部分もあるんですけど、そこも含めて、あ、もう本当に面白いなって、そこが私が好きな、だから本番よりも実は作っていく、なので今興味あるのは、自分が関係していない舞台の稽古場を覗きたいっていう衝動がものすごくあります。どういう風にしているのか見たいっていう。そうなんです、この演出家さんはこういう演出をなさるんだとか、こういう役者さんはこういう役作りでなんか初日に向かわれるんだとか、そこが気になって気になって仕方ないんですよ ね。でもウーマンオブザイヤーも、まあ、相葉さんもね、ミュージカルずっとおやりになってきてらっしゃるし、はい、今井さんも文学座でいらっしゃるから、はい、やっぱ全然こう、ね、メソッドとかアプローチとかが違うでしょうね、はい、だから私は宝塚流で行こうと思うんですけど、ね、そのいろんなところから来た人が一つの作品で色を合わせていくっていう作業が、はい、また面白いですよね。きっとそうでしょうね。ミュージカルで大変ね、名曲が多いということでも、はい、有名なミュージカルになってます、はい、でも久しぶりなんですよね、日本で上演されるのが。そうですね、またブラッシュアップして現代版として生まれ変わった作品になればなと思ってます、はい、楽しみにしております、はい、さあ次回はプライベート写真をお持ちいただいていますので、そちらを見ながらお話を伺っていきます。さて今回はプライベート写真をお持ちいただいたのですが、はい、じゃあ見ていくことにしましょう、はい、京都に友人を訪ねて行って、妙心寺という紅葉のが有名なお寺に行って、はい、そのお寺に行くまでの道で見つけた木なんですけどなんか不思議じゃないですか。すごい、だからこれ見て本当になんか秋なのか、うん、初夏なのか、そう、分かんないですよね。11月の本当に20日過ぎぐらいの時期なんですよ。下は紅葉してます。これ一本の木なんです。普通上から紅葉していきません？ね、不思議だなと思って収めた一枚です。確かに綺麗だなと思って。あ、じゃあ京都の一枚。はい、京都の一枚です。面白いですね。じゃあ次行ってみましょうか。東京に引っ越してきまして、あ、はい、新しく購入したソファーなんですけど、私ずっとなんていうんですか、これハイバックの高い、うん、背もたれの背もたれが高いソファをずっと探してて、うん、でネットでずっと検索して見つけたソファーで、そのソファー屋さんっていうんですか、ソファー屋さんに行ってちゃんと、はい、なんていうんですか、この試着じゃなくて、なんていうんですか、ちゃんと座りっていうんですか
まあまあそうですね試し座りしてみた座りしてよしって思って高かったんですけど、色はもうこのあそれがあのカバーも選べるんですよ、その質から何から。そうなんだ。でも私意外に小心者というかあの臆病者なんで、あのこれがこのソファーにはおすすめだよってあのもう展示されていたカラーをこれでっていう。わかる。あのちっちゃいの見てもわかんないですよ。わかんないですよね。どうですか実際座ってみて、お使いになってみて座り心地は。あの最高ですね。こういう例えばこれぐらいのソファーだったら、うん、こうなるじゃないですか。ここどうにかしてよって思うタイプなんですよね。ここも守ってほしいみたいな。後頭部を守ってほしいために買ったソファー。後頭部を守ってほしい。でもお気に入りのものが手に入ったのってすっごい嬉しいですよね。はい、なかなかないんですよね、はい、探しててもいい出会いがありましたね。いい出会いが、はいはい、さあもう一枚持ってきていただいているそうなので、はい、あ、はい、あの実家で飼ってる犬なんですけど、アンディっていう名前なんですがメスなんです。でよく寝るんですよ。よく寝てて、まあ、いろんな体勢で寝るんですけど、これはまあ割とオーソドックスな寝方で、本当に人間みたいに横でボロンってなってる時もあったりするんですが、はいはい、寝てる姿をちょっと帰省した時に。かわいい。もう犬年にぴったりの。そうですね、本当だ。いただいた犬なんです。もらってきた犬なんですけど、オスだよって言って赤ちゃんの頃に生後何ヶ月でもらってきて、まあ、うちの両親はオスだって、まあ、言われたからオスだと思って信じていって、で父が本当はダンディってつけたかったらしいんですけど、ちょっとダンディはっていう母の意見から、じゃあアンディってなって、でもその2週間後ぐらいにどうやらメスっぽいっていうのが判明して、でも名前はもう2週間アンディって呼び続けちゃったから途中で変えられないってなって、アンディのままなんです。なんか見れば分かるんじゃないかっていう疑問が私の中に湧いてるんですけど、私も謎で男の子と女の子が分からなかったかっていう、そこに陥るんですけど、まあね、まあね、でもなんか男役みたいな名前を持ってるってこともすごいですよね。偶然とはいえ、ありがとうございます。貴重なお写真を持ってきていただきました。さて来週は音楽学校時代についてのお話をいろいろと伺ってまいります。さあ1999年音楽学校に入学されました、はい、今でも鮮明に覚えていることといったら何ですか。掃除かな。お掃除はやっぱり、うん、お休みの日以外毎日決まった時間に教室を出て整列してるんです。なんか冷静に考えると変ですよね。なんか別に並んでいかなくてもいいじゃないかとか、なんか細かいことが決まってて、お掃除かごを右手に持って、左手だったかなに持っていくんですけど、もうボロボロなんですよ、この掃除かごが。何せキリアさんが私のお掃除のブン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 っていう、そのブンブンブンって言ってもわからないですよね。上の分担さんっていう、あのでキリアさんは80期で、私87期なので、はい、7年間そのお掃除かごをひたすら毎日使ってるから、それはボロボロですよね、はい、白いカゴなんですけど、取っ手とかがもうこうなってるんですよ。でもそれを無理やりこうなんかもうはめて、もうこうでもこうはめてもこうなるわけです。絶対そうなりますよね。分かりやすい、すごい分かりやすい。こうなってるけど、でもそれを伝統のお掃除カゴだからって言われると、もうもう変えるこの伝統いつ破れるんだろうっていうぐらい、もうこれはもう多分もう治らないですからね。そういうのをでもキリアさんから使ってるんだと思うと、もう使いたいわけですよ。そうですよね。でも後々考えると、あれ変え直せたらいいのにみたいなでももうさすがに使ってないですよねとは思います。誰かが壊すんでしょうね。壊すんですよ。もう両方こうなるわけですよ見えるなんか見えますよね、はい、そうなんです。でもそういう伝統を持ちながら、私 その一番教室の責任者というお掃除分担だったんですけど、なぜかそこは一番教室というそのバレエとかを使う教室をお掃除するんですけど、鏡を拭くときに膝を曲げちゃいけないっていう決まりがあって、普通こう曲げたくなるじゃないですか、下の方。だってその方が綺麗に力も入るし。そうですよね。それがもうビヨーンビヨーンって掃除しなきゃいけなくて、それが謎で
伝統かみたいな、私の代で崩すわけにいかないっていう思うから、また次の子にそれ伝えるわけですよ。そうやって謎の膝を曲げてはなりませんよ、なりませんよっていう。もともと宝塚を目指すきっかけが、私読んでへえって思ったんですけど。そうなんですよ、ね、通信教育の中学校やってました。なんか添削する、そうです、してもらう、送るやつ、そうなんですよ。よく付録がついてくるじゃないですか、はいはい、そこにだから特殊な職業が載ってるコーナーがあって、その中の、まあ、ある月が宝ジェンヌっていう、その時の宝塚との出会いがあまりにも衝撃的で、私なんか中学校の頃変に悩んでて、なんか思春期病っていうんですか、私はこれからどうしたらいいんだ、なんか高校入って大学に入って、でもやりたいことがないのに勉強するの嫌だなとか、こう中学生なのに、なんか夢がないことにものすごく絶望しているというか、なんか探してはいたんですか。ずっと探してたんですよ。そこにカーンと光が差し込んで、へー、あ、なんかそれは写真だったってことですよね。雑誌の付録だったわけですから、マヤミキさんのショーのワンシーンなんですけど、はい、スーツでソフトボールでパーンってこう多分ポーズ決めたところのショットを撮られたっていう感じで、顔写真がこの宝塚メイクしてない、はい、あの素顔がちょっとこうちっちゃく乗ってるんですけど、うん、そのかっこよさと、あとはやっぱ世界に一つしかない女性だけが演じる演劇集団が宝塚だってそこに書いてあって、なんかそのキャッチフレーズにやられちゃったんですよね。世界に一つだけ、はい、じゃあ本当にそのマヤさんの写真でビビッときた。そうなんですよ、だから不思議な、あんまり多分いないタイプですよね。その宝塚との出会いは不思議な出会いなんです。さて、宝塚スタートークは毎週火曜日の配信です。チャプター4からチャプター6までご覧いただけます。この続きもぜひご覧ください。さあ、そして初舞台、はいはい、空組公演ベルサイユのバラ2001、はい、ベルゼントマリー・アントワネット編でしたが、はい、豪華な作品で、豪華な作品ですね。もうラッキーと思ってました。初舞台がこう、例えばそのあまり宝塚を知らない方に言っても、あ、ベルサイユのバラが初舞台だったんだってこう印象深い だろうし、やっぱり、ね、伝統ある作品に出れるっていうだけでものすごく嬉しかったですね、はい、思ってたのと違いました。その稽古の様子とか、いわゆる宝ジェンヌたち先輩方と一緒にする、今までは舞台の後ろの方から、客席の後ろの方から舞台を見てるっていう、その、ね、生の舞台を見てるっていう近さでしか見たことがなかったので、稽古場でものすごくリアルな、はい、なんでしょう、息遣いとか、なんかこう、なんでしょうね、涙とかを目にした時の感動を初めての稽古場で味わわせてもらったことはすごく大きかったなって今でも思いますね。その時のは、もうこの先輩方の舞台を私たちは壊しちゃいけないなっていうのをすごく思いました。だから、まあ、初舞台ロケットでしか参加してないけれども、自分たちにもこの舞台をなんかに立たせてもらう責任というか、こう邪魔しちゃいけないって、 もっとむしろなんでしょうね、きっちり勤め上げないと失礼になるなっていうものを見させていただいて、偉大な先輩方のもとで、あ、これからずっと勉強できるんだっていう喜びも、これ毎日これから見れるんだみたいな喜びも感じましたね。空組さんといえば長身の生徒さん、スターさんを揃えましたっていうイメージでしたから、はい、いや、しばらくは、はい、ずっとそれがコンプレックスで、みんな、なんか背の高いスラッとした人がこう手を広げて立ってるだけでも男の人に見えるわけですよね。その隣で私が立つと、やっぱり何か物足りないと言いますか。だからその人たちと一緒にいて、
男役に見える男に見えるにはどうしたらいいんだろうっていうのをまあひたすら考えましたし、まあ、それがずっと心にこう引っかかっているっていうか、でもその経験があって、あのまあ何でしょうね、組替えを経て上級生になった時に、あ、なんか等身大の自分で全然こう何でしょう、恥ずかしくないというか、ここでも勝負できるっていう腹がくくれたのは下級生時代のそのどうしたら自分を生かせるかっていうのと、あのひたすら向き合えたからだろうなとも思っています。でも昔はやっぱりちょっと高めのヒールを履いたり、あの本当にバカだったなと思うんですけど、髪の毛をやたら立ててたちょっとなんかお相撲さんのシーンですけど、ちょっとでもそうそうそう、ちょっとたでもそれって意外に分かるな、そうバランスが悪くて逆に変なんですよ。顔がね、そうなんですよ、大きくなっちゃいますもんね。でもそのもう本当入りたての1年目2年目は少しでもこう見え高くそれがなるんだろうって信じてたっていう、なんかもうあの頃可愛かったなと思うんですけど、でもそこも全部こう辿って今に至るんだなって思うと、こうもうその日々も愛おしかったりして、なんかその時に見つけた自分だってないものねだってもそうなんですよ、圧倒的にね、だって20センチとか違う、そう違うから、髪の毛1センチって高くしたからってもう意味ないんですよね。さあ次回はツイッターの質問の回となります、はい、皆様からお寄せいただいた質問にお答えいただきます、はい、さて今回は皆様からお寄せいただいたツイッターの質問をさせていただきますが、はい、ペンネームサギリーナさんからいただきました、はい、宝塚を退団されてから始められた趣味や今ハマっていることなどはありますか？趣味、そうですね、でも新しいことをちょっとやってみたくて、はい、私別に格闘技好きなわけじゃないんですけど、ずっとボクシングやってみたいと思ってて、いやいやちょっとなんか体に良さそうだし、うん、てか似合いそうですよね、ボクシングって太った人絶対いないし、なんかこう、ね、こうね、サウンドバックにこうなんか打ち込むみたいなのやってみたいっていうのがあって、でも現役中って何があってこう、ね、やられるわけはないんですけど何かサウンドバックがボーンって返ってきてなんか鼻がみたいになるのも嫌だなと思ってたんでこう控えてたのをちょっと解禁しまして行ってみて、で、まあ、そこにちゃんとこう体幹のトレーニングもできるよとかいうまたいい誘い文句があるもんだから行っちゃって、まあ結果キックボクシングの方をやってみたんですけど、どうですか？いや、キックなんでこうなんていうんですか、股関節のところとか、はい、使ったりして、まあ、ダンスで使っ足上げるとかそういうのとは全く違いますね、物に当てるんですもんね、だってそうなんですよ。え、人とはやってないんでしょ？人とはやってないです。あ、人が、あ、でも先生っていうんですか、こういうなんかミットインストラクターの方がこう、はい、ここにみたいな、パーパーパーみたいな、で私はその試合には行かないですけど試合に行ってたら怖いですよねあれ詐欺師さんじゃないみたいなのね。でも分かんないです、私ハマったら試合にも出るとか言い出しそうだから怖いんですけど、はい、まだそこには行ってないですけど、うん、でもやっぱりあの戦ってないのに私はそのなんていうんですか、こうちゃんと受けてもらえるこのスポンジみたいな、はい、スポンジみたいなのにやってるのにやっぱり痛みを生じるんだなっていうことを学びました。そこって感じですよね。いやでも筋はいいって言われてありがとうございますとか言って、うんうん、何かやってらっしゃったんですかって、いや、まあ、踊りなどっていうところまでその先生と話して、でもそうなんですね、はい、すごい、どこに向かってるかわからないですけど、そうですね、なんか今ちょっとでもこう制限をせずにやってみたいと思ってることはやろうってもうこの1年の目標で、はい、キックボクシングあと、はい、まあ、えって思われるかもしれないですけど、なんかバレエに目覚めたっていうか、じゃあなんで今って思われると思うんですけど、現役中ってもっとこう解き放った踊りとかが好きで、クラシックバレエって結構決まってる派というか動きなので、自分の中でこう合わないというか今は求めてないなって思ってたんですけど、やめて改めてなんか自分の内面からというかこうコアな部分から体を作るのはやはりバレエなんじゃないかって改めて思って、でもものすごく基礎からやってます、だからこそ
時間を決めずにっていうんでしょうか、こういつまでに仕上げるとかではなく、長い人生をかけたじゃないですけど、はい、体作りをこう時間をかけてできる時間を持てたことの喜びと、それがなんか改めてやりたいっていう思うものに自分がこうやれてることに、なんか体も喜んでる、心も喜んでるっていう実感が、はい、あります。すごいですよ、キックボクシングとバレエ両方やってるっていう人謎のなかなか謎のそうですね、なかなかいない感じしますけどね、はいはいはい、だそうでございます。ぜひ皆さんも試してみてください、はい、見てどうだろうさて来週は空組時代のお話を伺ってまいります、はい、さて2006年新人公演ネバーセイグッバイで初主演、はい、はい、どうでしたか、初主演新公演。忘れもしないですね、4月11日が大劇場の新人公演の日なんですけど、私は411事件って呼んでいて自分の中で、自分の中で今でもずっともうずっと411事件だ、もうすぐ411、もう始まる前ですよ、やる前にもう411が来る、411が来るってずっと思いながら過ごしてました。なんかその頃ってお稽古場がすごい深夜まで、すごい早朝から使える時だったんですよ。なのでもう自分が納得するまで稽古場にひたすら居続けました。でも若かったからできました。今は寝ないと無理です。そういう時期があるんですね。そうなんです。でもそのいることで、やなんて言うんでしょう、まあ、考えとしては若い甘いなんですけど、やったみたいな、今日もやったぜみたいな、その気持ちで411事件にのを乗り切るみたいな。いやもう一本もののしかも和尾さんが対談なさる海外ミュージカルので、自分も初主演でっていう、なんか、まあ、自分で自分にプレッシャーを当てこうかけてたんですけど、まあ、そこに対抗するためには自分のプレッシャーに立ち向かうにはもうひたすらお稽古しなきゃっていう、お稽古時間が自分を納得させるっていうか、まあ、不安を消すためにはお稽古しなきゃっていう気持ちで挑んでました。はい、すごい。そしてあれですよね、維新回転龍馬伝、はい、でも、はい、新人公演で主演されて、はい、ということは全くこう何でしょう、海外ミュージカルと和物とっていうこの色合いが違ったのはすごく良かったなと思います。その龍馬伝は自分にとって初めての和物 の、はい、作品 で初めてが6年目だったんですが、まあ、そこからは、まあ、皆様ご存知の通り和物のご縁がそうですよ、ね、はい、あったんですが、まあ、でもその最初の龍馬伝がすごく和物が好きになるような作品で、実在の人物も龍馬はもちろんのこと、新選組もたくさん出てくるような作品だったので、自分にとっては割と皆さん和物って敬遠しがちなんですけど、むしろやっと出会えた和物の作品でなんとこう実在の人物を演じられる喜びといいますか、それも与えていただいて、はい、とても印象があります。もう自分なりにどうしたらこう皆さんまでには追いつけないのは重々分かってるけど、少しでも何か吸収して、うん、勉強させてもらいたいっていう思いで、はい、やってます。翻訳を来た掃除、はい、ね、されていて、もすっごい印象に残っ、進行も拝見しましたけど、はい、すごい印象に残ってますね。本当ですか、うん、うわー、なんか少年っぽいとか、はつらつとしてペンギンみたいですよね。なんかペンギン沖田総司ペンギン、なんかピヨピヨ、なんか割と腰据えて和物って歩かなきゃいけないのに、なんかピョンピョンピョンってしてたんですよね。なんかこうやっぱ今にして思うとそういうのが、そうなんですよ、あれって思うんですね。思うし、でも若くて沖田総司割とそういうなんか、まあ、どちらかというと可愛い設定でよかったから許されたけど、はい、甘いわって今思う思う、はい、甘々だったなって、うーん、面白かったな、懐かしいですね。さあ、宝塚スタートーク、毎週火曜日配信で、はい、チャプター7からチャプター9までご覧いただくことができます。この続きもぜひご覧ください。さあ、
宙組時代の話をどんどん聞いていますが、その後2009年に組替えになるわけですけれども、はい、それまでにもね、いわゆる宝塚の名作と言われる柴田先生の作品なんかもお出になったり、はい、バレンシアの熱い花も、はい、これ大和さんと日月さんのお披露目公演。はい、そうですね。私あの新人公演でもラモンという役をやったり、 あ、はい、あと、ま、大役でドンファンだ、うんをやったりと、割とその何でしょうね、いろんな角度からその作品を見る機会に恵まれまして、で、まあ、自分にとっては新人公演卒業の作品でもあり、あ、そうか、はい、まあその、まあ、再演ものということで、割とこういわゆる宝塚らしいどっしりとした作品のスペインものだったので、うん、なんかこう、まあ、いろんな役をできたっていう意味でも経験させていただいた作品だなとは思います。あとバウ、バウのサスケ、ああ純情ですね。そう、純情、純情はもう関西弁に悩まされ、あのこうデッチの役だったので、同期のカズネミオとが、はい、あの春金の役だったんですけど、虐げられましてね、ストレス溜まりましたよあの時は。あれはでも、もうずっとこうやってなきゃいけなくて、しかも目見えなくなっちゃうしね、はい、でもすごいやりがいがあったのは、その割と幼い時代からあの何でしょうね、ね、まあ、年を重ねるという役をいただけて、あ、一つの作品でこう年を重ねていく作品に巡り合えた喜び、あ、なんか楽しい、声を変えたり、もちろんその何でしょうね、雰囲気もちろんのこと、佇まいからなんか、まあ、そういうここでこう変えたいとか、ここを印象付けるためにこうしたいっていうものをこう作品を通してやれるって、役を通してやれるっていう喜びを勉強させてもらったし、関西弁には悩みましたけど、とてもあの自分をステップアップさせてもらった作品だなと思います。考えたら星合人よとかも小さい頃からずっと一役を ね、はい、トップになってらっしゃりながらもおやりになってたけど、そうですね、こういうところからのこう経験値っていうか積み重ねっていうのがもうあったんだなって、今、そうですね、大きいですね。そういうの考えるのが好きなんですよね。またあの単純な役よりもちょっと一癖あったり、はい、こう一筋縄ではいかない役の方がこう面白いというか、自分が やりがいを感じられるというか。そうですよね、そんな感じはすごいありますよね。やっぱ芝居がお好きでいらっしゃる。そうですね、好きですね。さあ次回はツイッターの質問の回となります。皆様からお寄せいただいた質問にお答えいただきます。さあ今回は皆様からお寄せいただいた質問にお答えいただくツイッターの質問の時間です。はい、ちびまるさんからお寄せいただいた質問です。はい、宝塚時代つらかった時、うん、乗り越えられた原動力は何ですか。またどうやって乗り越えてきましたか。原動力、いやそうですね、でもやっぱり仲間の存在は大きかったですね。私あんまり人に悩みとか、でも自分のことをそんなに言うタイプじゃなくて、それって多分元の性質がそうなんですよね。どうしたらいいのかなっていうのをあんまりこう人に相談して決めるよりも、自分の中で、まあ、中学生の時はそうだったように、あのひたすらこう悩んで、よくもう悩んでこんがらがってもういいやって思うタイプっていうかなのであんまりその仲間を頼るっていうことはなかったんですけど、でも自分がこう悶々としてたり、どうしようああしようって悩んでる時に、ふと何気ない会話をして笑い合える仲間がそばにずっといてくれた。だから私のことをよく分かってない、この私のちっちゃい悩みとか大きい悩みとか分かってないみんなと普通の会話をして、あ、今日も楽しいことあったなって思えることが、はい、それは大きいですね。あと、まあ自分のもう恥ずかしくてできないですけど、これをすると邪気が飛ぶみたいな動きがあるんですよ。気になる恥ずかしくてすごい気になるでもこれはこれしたらいいよって言って、よく下級生とかにもこうやってみみたいな。簡単にできるんですか。
みんなできます。でもそれが滑稽なんですよ。滑稽なんです。だからおすすめしないけど、だから私は最初はあの何からそれは見て誰かに教えてもらったんですか。いやいや自分で編み出した謎の動きすごい謎なんです。でもどういうこと。だからちょっと恥ずかしいから暗闇とかでなんか分かんないけどこの上の方に自分が出したこうなんか黒いものがありそうって思って、なんかあるな今日ここにみたいな、はいはいはい、それを手でうわーって飛ばすうわーって飛ばすっていう。でもその時にこうただ立ってやるよりもちょっとこうグッとこう腰をなんか安定させた方がいいから、もう足はもうすんごい踏ん張るんですよ。もう恥ずかしいぐらいで手は直線でバーってやって、それは変でしょ。それやってたら、まあ、あの人どうしてたのみたいな、まあ、何かあったなっていう感じがしますよ。何かあったこの人で私はそれをあのなんかこう今日でもなんかね割と体を使うんです、その動きって、うん、でひたすらやるからあの20秒ぐらい20秒ぐらいうわーってやるんですよ。声が出てるんですか。いや無言です。だから余計なんか宇宙と交信してるとか思われがちなんですよあの人何やってんのとか結構体も温まるんです。なんかね振動させるとね体ってすっごくいいんですよね。自分の力で自分を振動させる。すごいそれ理にかなってる。私それあのそうそうあの結構やってます10年前ぐらいから気づきがある人ですね自分の体に力抜けるし。やっぱりどうぞ皆さんお試しあれ今絶対やってますよね見てくださって、うん、だからちょっと下級生で悩んでる子とかいたら呼ばないですけど、なんかそういうあの実はこういうことで、あそれこれやったらいいよって言って何人か見せるんですかちゃんと。そこでは見習いたいと思います。ありがとうございます。で来週は雪組時代についての話を伺っていきます。はい、はい、いただきます。はい、あでも前回のと全然違う。違いますね、はい、こっちの方がコク深いの。ネスカフェゴールドブレンドコク深めです。はあ、素晴らしいですね。だちょっとバリエーションがついた感じですね。ネスカフェゴールドブレンド、はい、バリスタ50で入れたネスカフェゴールドブレンドコク深めでございます、はい。まあ、一般的に理想的と言われているポリフェノールの1日の摂取量の目安は1000ミリから1500ミリグラムということなんですが、まずは1日3杯のコーヒーで生活にメリハリのある習慣をつけてみてはいかがでしょうか。例えば、はい、頑張る時の一杯とか、うん、活動中の一杯とかリラックスタイムの一杯など、いつものネスカフェで手軽にポリフェノール習慣を続けることができます。さて2009年の2月、はい、組に組み替えとなりました、はい、これはもうびっくりでしたか。まさかその新人コエも卒業して研究家8年目の研8の終わりだったので、はい、なんかちょっと油断してたというか、このままずっと空組で、まあ、最後までやるんだろうなって、終わるんだろうなって思っていた時だったので、はい、いやなんかものすごくこう寂しかったです。その空組から離れる家族みたいなもう存在なのに、お家から出なきゃなんかこういけないんだと思う寂しさがすごくありました。そこでは若干ホームシック。いやもうかなりのホームシックでした。だから、うん、雪組に組み返し1年間はずっとこううじうじしてた心の中は、もうなんかまだよそ者だみたいな、なんかねあの話に入れないんですよ。雪組の公演、あの公演ああだったよねっていう、ああだったよねのあの作品に出てないっていう、そのなんか聞いて面白そうとかへーとかうんとか見たからわかるけど、この詳しいところまで入っていけない寂しさとか、でもそのなんかでも一緒に過ごしていく時間がどんどん増えるわけじゃないですか、はい、そうするとこうだんだんあ仲間になっていってるっていう実感が湧いてきて、あの佐久間さん、はい、と一緒に組にいましたよね、はい、だから同期が一人、うん、まあ、一人だけじゃなくて多分何人かいらしたと思いますけど、はい、そこの安心感みたいなもの、そうですね、安心感もいっぱいありましたし、一緒に役を仲間として作っていくような役柄もいっぱいもらって、はい、まあ、そこでこう同期だからこそいっぱい話し合えるしコミュニケーション取れるし、あとは、まあ、同期だからこそ良きライバルでもあるし、はい、そういう何でしょうね、でも駒沙央だったから
一緒にやれたんだなっても思うし、あこう今ものすごくこう2人で切磋琢磨させられてるっていうのを実感してました。そうですよね、雪景色でね、はいはい、2人でバウの主演をするって、はい、役が悪いだからもう大変でしたね。大変でしたけど、もうあれは同期、しかもサオだったから一緒にやれたなって思います。もう助け合わないとやれないんですよ、6役をこう役が日替わりでの役があれって。だからこうもうなんかセリフだけでもこう混乱するのに、あれ今どっちだっけみたいな、こうあの立ち回りで刀を交えなきゃいけなくて、もうその時ってなんかこうよし行くよみたいな、今日はこっちみたいな、なんかもう本当に敵同士だけどアイコンタクトを取ってっていう、まあ信頼してるコマとやれたからこそできたなと、乗り越えられたなと、もうさせてもらってありがたかったけど、はい、劇団にはお願いしました、6役はやめた方がいいってせめて2役ってそうですよね、はい、でもその後 もう印象に残る作品といえば、私はニジンスキーがもう、ああそうですね、ありがとうございます。なんと言っても、いやもう自分の中でも本当にあの時代といいますか、あの時の自分でニジンスキーと役を当ててくださったことへの感謝と、内面を作ることもものすごく面白くて、一生を演じてこう作っていけるっていうのがものすごく楽しかったですね。なるほどね、ありがとうございます。宝塚スタートークは毎週火曜日配信で、チャプター10からチャプター12までご覧いただけます。引き続きこの後もご覧ください。さて2012年ジンゴールドスパーク、はい、ちょっと懐かしいですね。懐かしいですね。戸月さんがこれで対談でされて、はい、まあ、坂本龍馬、はい、そうですね、あの再び坂本、まあ、はい、ものすごく嬉しかったです。やっぱりその新人公演での主演で龍馬という役をさせていただいてるっていうのもありましたし、はい、やっぱりあまたご縁のある役なんだなって思って、まあ、作品が変わればその役の人物もの見方も変わりますし、まあ、ちょっとコメディ要素の大きい龍馬の役だったんですけど、自分の殻がこうちょっと破れるような役に巡り合ったなっていう思いと、あとやりながらその龍馬にものすごく勇気をもらえたし、なんか世界を見ている龍馬にこう憧れた自分がこう殻に閉じ込まらずに、なんか伸び伸びやってみようって思えた役でもありますし、うん、まあ、2番手という時期にその役をもらえたっていうのも大きかったかもしれないですね。もうそのね、2番手となるとその責任が大きいので、よりその自分がこの役をどう作ったらこの作品に与える影響があるのかっていうアプローチを、なんて言うんでしょう、身をもって なんて言うんですか、考えられて、それを実体験としてこうやれるっていう立場にあることがものすごくなんか、まあ、プレッシャーでもあり、むしろ嬉しかったといいますか、はい、宝塚に入る前からなぜか2番手さんがやる役の方が私好きになるタイプで、その2番手時代の役はなんかこれぞなんか宝塚の男役の真骨頂だみたいなぐらいに思ってました。あと縁があるといえばベルバラ、うん、はい、でも難しかったです。脚本によって同じオスカルといえども見え方が全然違うので、私はやはりその原作のオスカルに憧れがあり、原作のオスカルが大好きだったので、夢の聖火さんとね、あ、そうですね、なのでオスカルとアンドレ編で全国ツアーを回らせてもらった時は、あやはりその主軸がオスカルとアンドレなので、はい、割とその漫画に忠実といいますか、まあ、凛とした部分、その女性なんだけれども凛とした部分をちゃんとこう見せれる脚本になってたの でむしろ同期の夢野という、でもすっごく良かった。いやもう楽しかったです、ひたすら面白かったです。地元にも行ったんですよね、はい、公園で、いやなんか、ま、
むしろなんか影と言われるアンドレなんですけど、夢のトモミが演じるアンドレは太陽のようで、これはってちょっと思ったんですけど、でも私が演じるオスカルにはトモミの演じるアンドレなんだってこう腑に落ちていて、でそうすごく楽しかったです。知り合いいっぱい来ましたか？恥ずかしかったです。いやもう恥ずかしくて恥ずかしくて、ここになってまで、もう いや本当に地元の、ね、学生時代の友達とかがこう見えるところに座ってたり、近所のなんとかさん親戚のなんとかさんがいる中で、金髪のこの船船でちょっとこうなんかこういう感じで座らなきゃいけなかったんですよ。オスカルバイオリンバイオリン、そうで割とその究極のね型と言われるラブシーンがあるじゃないですか。強い人よ、はい、もう恥ずかしくて恥ずかしくて私だけって、そうもう恥ずかしくて本当に、はい、恥ずかしかったですね。すごいウィウィシーなんかね、すごいいい素敵です。さあ次回はツイッターの質問の回となります。どうぞお楽しみに。さあ今回は皆様からお寄せいただいた質問にお答えいただきますが、はい、今回はペンネームザブトンさんからいただいた質問です。以前番組に音月さんが出演された時に袴板をさぎりさんに譲ったという話をされていましたが、その袴板は誰かに譲られましたかというご質問です。これこれ譲ってない持ってるってこと自分が。いやちょっとこれには訳があって譲ってないんです。あそうだ、なんせ壊したそして治らないんですよ。それが袴板って結構いいんじゃないんですか。えそれ壊したっていうか壊れたんですよ。壊したっていうと意図的に何かやったみたいで壊れてしまったっていう。私のね和物の役って結構バーンって倒れたり、そうですね、立ち回りも多かったんですよ。で袴板ってここにあの立ってて使うんですけど、こう90度に曲がるようになっていて、そのネジの部分がもう壊れちゃって、もうでも私はそのお衣装部さんにその全部預けてあって、はい、だからお衣装部さんは私が知らないところで一生懸命ネジを何度も何度も、あのもう直してくださったんですけど、ダメで、もうついに壊れて、もうこれは袴が全然立てられませんってところまで使い込みまして、なのでこれを本当だったらのぞみふうとくんにダイモンに譲りたかったんですけど、譲られてもこれ使えませんみたいになるからと思って、私の代で、はい、それはあの掃除、そうこういうこと一緒ですよね。いつの日か誰かの時でやっぱりちょっとこう、全うする使命を、全うする瞬間があったんですよ、はい、だから大切にというかもうちゃんと使って、あのきっと音月さんは喜んでると思います、はい、でもそれ伝えてあります、ご本人様にも。やっぱりそういうもんなんですか。はい、壊れましたので私は次の世代には渡せてありませんっていうのは一応伝えました、はい、え、なんて言ってました。って感じだった。あそうなんだ、まあでもそれは渡せないよねみたいな、だからなんで渡さなかったんだにはならなかったです。そうですよね、うん、でももう渡したら私のものだみたいな、うん、そうですよ。あでも良かったです。もうなんかそのなんかでも袴板も散々仕事してね、そうですね、お疲れ様っていう、あのその袴板ってね、うん、K さんが勝手に、K はい、私に譲ったんじゃなくて、書いて手書きで森ケヤキって書いてあるんですよ。それを壊したと思うと、あ でもそれは本当さっきの道具箱と一緒で、道具というのはある時に必ず使っていれば、うん、全うする時期が来るじゃないですか。ですよね。森ケヤキさんじゃない人が森ケヤキって書くわけないですもんね。だから私はその森ケヤキさんのだって思ってるんですけど、代々なのか、まあ、飛びなの飛んでるなのか分かんないんですけど、あでもそういうのってありますよ ね。私もうアナウンサーになった時に、はい、ストップウォッチが、はい、対応されるんですね、貸し出されるんですけど、そこに山村美智子って書いてて、はーって山村美智子さんとだと思って大切にしなきゃと思って思いますよね、うん、なんかこう私の代でこうと、ね、どっか行ったとか、 なんかなくしたとかも絶対ありえないとか思いますもんね、はい、うん、そういうちょっとなんか真相を聞いてみたいとかします、ね、ありがとうございました。来週はトップ就任のお話などを伺っていきます。
さて今週はトップ就任されたお話を伺っていくんですが、はい、どのように伝えられましたか。はい、私の時はですね、まだ宋さんが、はい、トップ時代に、うん、私前回お話したんですけど、オスカルとアンドレ編で全国ツアーを主演で回るという経験をさせてもらって、そのお稽古中に決まりましたというふうに言っていただいたんですけれども、普通はそのトップの方以外、トップの人以外が全国ツアーに回るっていうことは異例なんですが、まあ、次期トップということで主演にとして全国ツアー回らせるっていうお触れとともに、はいはい、やっとこう、まあ、劇団側からも認めてもらい、そしてファンの方にも喜んでもらえる立場にならせてもらえるんだなっていう、うん、喜びといいますか、こう覚悟といいますかが芽生えたといいますか、うん、実感を得たのはいつですか。お披露目公演の演目を聞いた時、はい、がもしかしたら一番実感湧いたのかなって思います。大劇場の主演作が、あ、そうか、伯爵令嬢ではないわけですよね。そうですね、また違う、またやっぱり大劇場公演のお披露目なん、はいはい、そうではそうですね。ルパン三世とファンシーガイだって聞いた時に、何かこう、あ、もうこれを絶対何でしょう、雪組として宝塚として成功させなきゃいけないなっていう、なんか、うん、思いとともに実感したような気がしますね。運動会があったでしょ、100周年の運動会、あれがなんかトップとして例えば TCA スペシャルとかそういう時に並んだ時に実感したって方とかもいらっしゃるんですけど、うん、多分それで言うと運動会もそうかな。そうですね、うん、そうですね、うん、いやいやそうですね。でも運動会はでもすっごい、運動会でお披露目かって思った時はもうなんか笑えてきていやもうなんかこれ神様よく分かってるな私のことって思いましたし、そこで、まあ、サギリセイナという人は知っていたけど、あ、なんかこういう人なんだって分かってもらえたみたいで、はい、こうね、なんか一つの役一つの作品をやるよりも運動会さえあれば私のことが全部分かるよみたいな、なんかイベントごとがお披露目であったっていうのはありがたかったですね。やっぱ負けたくないんですよね。負けたくないので、まあ、勝負事となるともうこうさらにこう熱が入っちゃうので、で組対抗ってなったらね、負けてられないですよね。大負けしましたけど、4位でしたよね。確かに4位でしたけどね、悔いはない4位でした。ああ、いいですねはい、すがすがしい4位でした。まあ、ゆずきさんはには勝てない、もう譲ろうみたいなどうぞ優勝トロフィー持ってってくれみたいな感じだったんですでもあの出し物もね、応援合戦とかも楽しいんですよね。そうですね、よくあんだけ忙しい中、みんなですごいなと思って、なんかこうどこの組はどうしてるらしいとか、どこでお稽古してるらしいとか、情報が もう、まあ、星組さんが優勝して、はい、雪組4位で、私星のもマークのものって好きなんですよ。星柄とか星のスタッズ付きとか、しばらく半年ぐらい星のものはもう、あ、絶対使うものかみたいな、星マーク見たくもないみたいな悔しい悔しい、しかも2位とかならいざ知らず4位やけれどもっていうことですねいやすごい、まあ、はい、そういう時期もありました。はい、いいですね、そういうのこそなんとなく思ってるちぎさん像に近い感じがいたします、ね、宝塚スタートークは毎週火曜日配信で、チャプター13からチャプター15までご覧いただくことができます。どうぞ引き続きご覧ください。さて、相手役にはさきひみゆさんが、はいはい、決定しました。さきひさんという人はどういうイメージでしたか、それまで。もちろん月組にいた時代に月組さんの公演を見てるので、彼女を目にしたことあったんですけど、特に印象深かったのが、多分すごいものすごく下級生の頃で、ゆみちゃんが大抜擢を受けて、その当時2番手か3番手の同期の劉正樹と手をつないで銀鏡を渡って、その一つの場面を相手役のようにしてるシーンがあったんですよ、はい、何のショーだったか忘れちゃったんですけど、その時にうわ、ま、
同期なんで注目してるじゃないですか、はい、正雄のこと、はい、正雄と組んでるあの子ものすごく緊張してるなもうガッチガチだみたいな、まあ、この子絶対この作品とかこの役が大抜擢なんだろうな、でも目にこうもう分かりやすく緊張してるなって、でもまあ一生懸命だなって、その正雄にひたすら頑張ってついていこうという姿勢は好感が持てるなっていうのがものすごい印象深くて、はい、DVD 見た時はしっかりとしたこうなんでしょうね、彼女にしかできないような役をやる、はい、あの子なんだなっていう印象がありました。であとやっぱりその2番手時代って割と皆さんがああいうこと組んでほしいなとか、ああいうこと組むと合うと思うよっていうご意見を、はい、あの私の心はいざ知らずまだ決まってないしっていう時から皆さん良かれと思って言ってくださるんですけど、その中の一人ではあったので、うん、まあちょっと意識して、まあ そうですよね、その中の一人として、うん、あの子がそうかもしれないし、うん、あの子と一緒にお芝居できるかもしれないしって思ってたんですけど、まあ組が違ったので、はい、でもこう雪組に来るってなった時にやはりご縁を感じたし、宮崎出身で同じ九州だったので、まあ何か親近感はすごくありました。どんな声をかけましたか最初に。最初はそうですね、あのすごいあの一生懸命、今でも一生懸命ですけど、キラキラしたこうなんか絶対こう視線をそらさないような目線で見てくるから、なんかおーおーって感じだったんですけどいやでもこの私を見てくれて一生懸命なのはすごく嬉しいけど、決してその2人だけの世界にならずに、ちゃんとあの、まあ、組子だったりお客様だったりファンの人の方向をちゃんと2人が見てないと成立しないと思うからっていう、私はそうやってやりたいからそうやって一緒にやっていこうねっていう話はしました。なのでこう、うん、2人だけの世界になるのはなんか違和感がどうしてもあったんで、でもはいっていうなんかもうはいっていう感じでしたねはいってついていきますみたいな、なんかおお、それにおおって慣れない時期が結構伯爵令嬢ぐらいまでそれに慣れてなかったんですけど、だんだんそれがもう面白くなってきちゃってゆうみちゃんのキャラが前のめりな感じですよね。そうどんどんほっといたらどんどん近寄ってっちゃうっていうでそこをいじるっていう面白さをまた見つけて、あの楽しめましたね。この彼女が最後まで面白いキャラクターだったから、うん、あの私生活も含めて、あ、そうなんですね、最後まで、ま、面白いというかその観察しがいのある私とは真反対だったからこそ一緒になんかこう楽しんだ、私はですけどね、彼女はもしかしたら楽しんでなかったかもしれないけど、面白がりつつあの作品も一緒に作っていけたし、まあ、いろんな仕事でも一緒にオフでも一緒にやれたんじゃないかなと思います。さあ次回はツイッターの質問の回答がありますので、はい、皆様からお寄せいただいた質問を披露していきたいと思います。さあ今回は皆様から寄せられた質問にお答えいただきます。ペンネームゆめいさんからお寄せいただいた質問です。さぎりさんに質問です、はい、対談後生活やお仕事を取り巻く環境にいろいろ変化が終わりだったと思いますが、さぎりさんご自身に何か変化はありましたか。新しい自分の一面などを発見したということがあれば教えてください。そうですね、いやもちろん環境が本当にガラッと変わったので、何が変わったんだろう、ね、ファッションとかは。ファッションは変わってないです。宝塚のトップスター、宝ジェンヌの方ってやっぱりパンツしかね、男役さん履かれないし、制限があるんです。そうですね、しかも自分の中でかけてる自分の自分の制限がありますよね、うん、それは未だに。それをあのスミレコードってあるじゃないですか、はい、宝塚に、ね、はい、いろ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 ね、私はサギリコードとして、あ、何ですか、作ってて、いや、はい、私、まあ、コードはそんなないんですけどまだ命名するのが好きなんですよね、そうなんです、4.11 事件とか詐欺リコードとか。詐欺リコードは何ですか。詐欺リコード的にはまだちょっとスカート早いんじゃないのって、うん、あ、半年じゃスカートはまだまだあの本当に履きたいのか
君はっていう自分に問う問誰も問えてないのね。誰も私の生活なんて誰も気にしてないのに自分はめちゃくちゃ緊張あの気にしてるっていう、うん、なんかまだ私はスカートを履いてるあの見たくないっていう自分がね自分がね、はい、それはオフでですね、はいはい、なんかお仕事として、うん、あの何でしょう、例えばこういう現場で、はい、履いてって言われたら全然履きます、うん、お仕事ですか、はい、お仕事ですか、うん、っていうプライベートでは他はあるんですか、ま、スカート以外のコードは詐欺りコードは、いや大してない、それしかないそれしかないの大してないですね、そう言われると大してないですね。おっしゃいますよね、ワンピースとかスカートデビューする日っていうのを、うん、いやありますね。でもリュウさんとかあっという間だったじゃないですか、でちょっとなんか地味にアンケート取るのが好きでもちろんソウさんとあの、はい、K さんには聞いたし、あと、まあ、いろんな OG の皆さんにアンケートを取って、どうでしたっけ、いつぐらいに測れますか、だから二手に分かれます。もう自分が履きたくなるまで履かなかった、絶対すぐ履いた方がいいよっていう人と、それはそう履いてみないと これも気づかないから、こう自然にこう履くとこうなると、だから仕草も勝手にね、お芝居を続けていく上でパンツ姿ばっかりじゃないでしょ、で、ね、だからスカート履いた時の自然なこの振る舞いがねできるようになるには、やっぱり私生活から履かなきゃっていう人も結構いらっしゃって、で私ははってなって、そうだなって思いつつも、でも私はちょっとまだそっちのタイプじゃなくて、私はやるとなったらやるから徹底的にって言い訳してます。なんか音月さんとか、うん、は割と早くにスカートを履かれてるイメージがあるんですよね。履きたいと思って履いて、また そこにもいろいろあるんですよ、履く派の中にも、はい、履かなきゃの人と履きたいっていう、履きたいなのか履いてみたいなのか分かんないですけど、いろいろいらっしゃって、もともとやっぱり好きだった、はい、スカート姿っていうの履いてみたいとかいう、そのアンケート取りますねアンケート取りますよね、うん、でもまだ私は自分にはちょっとこうまだでしょっていう制限かかって、コードがあるんで、いつそのいつゴーが出るのかを、ね、瞬間を見たい感じします、ね、でもピアスを開けたんです。おお、あのしかも奇数、あ奇数がいいって、そうなので奇数を開けて、ここは初めてのなんか生活面が変わったというか、でもまだファーストピアスなんで、あ開けたばっかり、あいいです、少しずつなんか、はい、今までできなかった自分と出会っていくという、はい、ね、スカートの時はご一報何かで見たい、そうですね、はい、はいはい、ありがとうございました来週はトップ時代の思い出について伺っていきます。2014年の10月伯爵令嬢、ジュテーム、君を愛さずにはいられない、はい、タイトル言うのですらちょっともうね、一般人ですから恥ずかしいな、いや私も恥ずかしかったですよ私結構、ま、そのノリ、そういうのをノリノリでやれるタイプじゃないんですよね、はい、ま、割とその一緒にやっていた夢の成果、はい、トモイはノリノリでやれるタイプなんですよ。私はもうそれが恥ずかしいタイプなんで、もう苦痛でしょうがなかったですお稽古中、あの近くで見ないでっていう壁ドンとか顎食いとかね、その時流行ってましたしね。そうですね、うん、もう少女漫画の王道中の王道っていうイメージ、ね、はい、そうですよね、伯爵令嬢、そのスタイルも甘々ですもんね、しもうおやりになった役もね、はい、でもこんなかっこいい人たちに囲まれて本当にお幸せよね、コリンヌって誰もが思いますよね。可愛、ね、うん、かったですもんね、ぴったりでしたね、ぴったり、猫の入ったこの、はい、バスケットもあれ普通にやれるってすごくないですかすごい、ね、でもものすごく楽しそうだったし、ゆうみちゃんと初めて本格的にお芝居したのが、はい、あの伯爵令嬢だったんですけど、はい、彼女のおかげであのアランという役が出来上がったって言っても過言じゃないぐらい彼女のコリンヌに乗せてもらいました。だから私は割とその周りの人の役のアプローチによって自分がこう作ろう、あ作るっていうのが割と好きなので、彼女が割とバッて言ってくれるタイプだったので、ものすごくあなんかこの子とお芝居するの面白い、楽しいっていうのを初めてのその作品で感じられましたね。中途半端なことはしちゃいけないっていうのが本気でぶつかんなきゃ、あの学年差もありましたし、
シギさんにはついていけないっていうその本気度がもう役に乗り移るわけですよ。はあって、だから本気なんですよ、稽古場でもわーみたいな。だからこっちがわーってなってたら男役としてどうなんだと、まあそうですね、キャリアもそだもうこのちょっともう蹴られないなっていう、なんかもう自分も前のめりでやるしかないっていうか。そうですね。そしてお披露目がルパン三世、はい、これはやっぱりすごい反響、うん、もうやる前からの反響、そうですね、すごかったでしょうね、きっと。うん、初めてその作品をやるって聞いた時は、いや、もう心配事の方が大きかったです。なんか宝塚でルパンっていうのがいまいち私の中ではピンとこなかったので、だからちょっと半信半疑のまま実はルパンかって思ってたんです。ですよね、やっぱアニメのイメージがどうしても聞いて、うん、声のセリフの言い方とか、はいはい、ネームバリューだったり、はい、あの知名度は圧倒的に高いし、ルパンってだから宝塚を見たことないお客様もルパンだったらちょっと気になるとかいうお声をいただいて、男性の方もすごく見に来てくださいましたし、世代を超えてあの見に来てくださったことはものすごくその励みにもなってこう嬉しかったですし、だから自分が宝塚のトップとなったからにはやっぱり一人でも多くの人に宝塚を知ってもらって一度でもいいから舞台を見てもらうことが何よりもの使命だなって思ってたので、なんかその自分が思い描いているその宝塚のトップという像に近づける作品だったなとは思って、いろんな方に見てもらえたのは嬉しかったですね。いや本当良かったです、ね、まあでもあとルパンというキャラクターが私は性に合ってたというか、 あ、はい、あんまりこうなんでしょうね、さらっとしてる、うん、でもなんでしょうね、ちょっとこうシャイな部分も持ち合わせてるところが、はい、なんか私の好きな人物像といいますか、そこに共感できたのも大きかったなとは思いますね、はい、宝塚スタートーク毎週火曜日配信でチャプター16からチャプター18までご覧いただくことができます。どうぞ引き続きご覧ください。さあそして同じ年に星影の人ファンシーガイ、はい、それから星や人よもその年ですし、はい、悲しみのコルドバっていうのもね、はい、ありましたし、そうですね、星影の人とその悲しみのコルドバは再演もので名作でしたし、星や人よは大劇場の広めの次の2作目というとてもその組として、あのこうなんて言うんでしょう、勢いをつけたいといいますか、大切な作品で、まあ、3作品ともなんでしょう、自分にとってはどれ一つ欠けてはいけないような大切な役に巡り合えた時だったなと思って。宝塚ね、舞台あれだけ出てて、はい、これはちょっとやってしまったっていう失敗談とかはあるんですか？2番手時代に仮面の男という作品で、はい、ダルタニアンをしたんですけど、はい、かっこいい役だったんですよ。そうですよね2枚目で、うん、でこう長いストレートのカツラをかぶって、はい、マントつけてサーベル持って立ち回りして敵を倒す、そして死んだ恋人への天国へ絶対その君の仇を取るよみたいな、ここ一番の決め台詞を一人残って言う、はい、暗転次の場面へみたいな、そこでカツラがカツラかカツラが綺麗に、え、立ち回りをその前に大立ち回りがあって、はい、その上級生の衣装のこういうボタンに絡まって簡単にスポーンって取れて、でもなんかあまりにも美しく撮れるもので、なんかなんていうんですか、何の違和感もなく、なんか引っかかったとかがあったらあれなんですけど、っていうんじゃないんだ、サーンみたいな、サーンなんですよ、サーンで、私としてはでもその撮れてる現場が見えてないから、本人はね、うん、本人的にはここら辺に残ってると思ってたんです、なんかでもなんと引っ込ん、まあ、私一人で決め台詞やらなきゃいけないから残るじゃないですか、
ボタンについたじゃないですか。結果的にその上級生のボタンについたまま桂さんは袖にはけられちゃって私一人あのセンターに、まあ、衣装はつけてますよね。マントとかカーベルとか。何て言うんでしたっけ、羽振った。あ、もうその時は洋桂だったのでネットなんですよ。ベージュのしかもネット、遠目どう見えます？お坊主。そう、綺麗な坊主だから2階とかちょっと1階の後ろの方はあら、ちょっと髪型変えたって立ち前の瞬間に。そういう時って客席って笑い声、いやもうねやばいって感じ。シーッと決め台詞言ってる時に、あ、お、何かが起きたことは分かったんですよ。あの舞台上の袖でもざわついてるのを感じられるわけですよ、はい、次の場面に出てくる兵士たちが普通いららんでるんですけど、綺麗にこう出るためになんかうおさうおさしてるのが見えるんですよこういう角度ハチャハチャしてる。そうそう、なんかだからお、なんか嫌な予感してるけど、なんかすごく嫌な予感はある。なんか多分ないでも私としてはその辺に落ちてるかこの辺に残ってるかなんだけど、んって思いながら、でも暗転だからとりあえず、まあ、見えない中で一瞬こう目をね凝らして落ちてないってことはここにあるなって思いながら履けました。ここにあるよね、ちょっと取ってくれるって、しかもあの近くにいた下級生とかに言ったら、え、何がですかって。その子は知らなくて、何がですか、いや、カツラがないでしょ、ここにあるでしょみたいな、この辺についてないって言ったら、ありませんってなって、もう大騒ぎですよね。うん、もう次の場面には出なきゃいけなかったんですよ。どこにあるんだ。私はあの下手に引っ込んだんですけど、桂さんはあの上手に引っ込まれて。ああ、そうか。でも上手に引っ込んでるって知らないからえ、桂桂ってなったんですけど、まあ、上級生が戻って、まあ、運んでくださって、まあ、無事かぶって出たっていう。私としては、まあ、こういうここで話せるようなエピソード一つ持てたので万歳なんですけど笑わせていただきました、すいません。次回はツイッターの質問の回となります。皆様からお寄せいただいた質問にお答えいただきます。今回は皆様からお寄せいただいた質問にお答えいただきます。ペンネームゆきなさんからいただきました質問です、はい、いつもちぎさんの舞台からたくさんのパワーをもらっています。ありがとうございます。ちぎさんのパワーの源を教えてください。そうですね、寝ることです。寝ないとダメなタイプで、で、まあ、現役の時は体も毎日動かしてるし、割と集中して長い間稽古本番してるから寝なきゃいけない、疲れを取るためだし、リフレッシュも兼ねてって思ってたんですけど、最近は時間があるじゃないですか、はい、対談して、はい、でも睡眠時間はむしろ増えているっていう、なんていうんですか、その現役中ほど根詰めて何かをやってるわけでもないし、体を動かしてるわけでもないのに、休息そんなに取らなくていいのに睡眠だけは変わらないなって思うので、やっぱ原動力っていうか好きなんだなって、寝ることが好きなんだなって思います。どこでも眠れるタイプですか？バスの中の移動中とか。あ、眠れますね。眠れます。飛行機も眠れるし、新幹線も眠れるし、人前でもね、人前っていうか、うん、誰かがちょっとうるさい場所とか話し声があっても寝れます。あ、いいですね。そうですね、夜も布団に入って眠んなきゃいけないのに全然無理っていう。あ、そういう時もあるんですよね。精神的に何かある時は、そう、考え事してる時は割と寝れなかったりするんですけど、うん、でも寝るのが好きみたいです。なんかこだわってることあるんですか？このパジャマがすごい好きとか、なんかアロマを炊きますとか。なんか昔は枕をしないタイプだったんですけど、最近はそば柄の枕にハマってて、はい、今はその枕がすごいぴったりきてます。そう、あとなんか音しません？あ、でもなんかグングググってしてそこにはめたらもうなんか意外に動かない。あの、なんですか、いい意味でその私なりのなんか場所が、ベストポジションがあるんだ。できて、まあ、音もまあいい BG 効果といいますか、そんなにでも音しないんですよね。あ、なるほどね、はい、あ、でも良かったですね。じゃあ、はい、素晴らしい健やかな、はい、眠りが、はい、パワーの源だこと、はい、そうでございます。来週は宝塚の対談についてのお話を伺っていきます。それではコーヒーをお飲みください、はい、
これ全然また感じ、うん、優しいですね、うん、違いますよね。全然違う、はい、美味しいです。こちらはネスカフェゴールドブレンド、うん、バリスタ50で入れたネスカフェゴールドブレンドオーガニック。オーガニック、はい、最近の調査によると日本人の食生活ではコーヒーから最も多くのポリフェノールを取っていて、すべての食品や飲料のうち約半分がコーヒー由来であるということも分かってきたんだそうです。通常の食生活においても簡単にポリフェノールを取ることができるコーヒーならではの結果と言えるのではないかと思います。知らなかった。知らなかったです、ね、飲んでてよかったって感じしますね。さあ、いろいろお話伺ってきましたが、はい、なんかあっという間に対談のお話を聞かなくてはいけない。そうなんですね。そうなんですよね。もう対談に選んだ講演が幕末大洋伝だったっていうのも、そうですね、すっごくこう今までにはなかなかない演目だったですよね、うん、はい、あの何度も大丈夫でしょうか大丈夫でしょうかってあの劇団側にはあの通ってみたんですけれども、ね、やってる本人としてはなんかとてもしんみりとした悲劇的な話で対談すると余計悲しくなっちゃうな、寂しくなっちゃうな、その私というよりもムードというかその客席の雰囲気だったり送り出してくれるみんなの感じもなんかやっぱ作品にどうしても多分引っ張られるところがあると思うから、そうじゃない方がいいなっていう思いがあったので、あの、まあ、ご自分がね対談を決めて劇団にお話になる、はい、あるいは相手役さんにそれを告げるっていう瞬間があったと思うんですけど、はい、それはいつぐらいのタイミングにもご自身の中で、るろうに剣心の前ですね。やっぱり星合いるろうに剣心あたりでは、はい、そのるろうに剣心の時に相手役のゆうみちゃんには伝えていて、さきひさんにはどう言いましたか、うん、決まったよみたいな、決まったけれども私は決まった、はい、決めたみたいな、うん、でもゆうみちゃんはゆうみちゃんの人生があるし、さきひみゆとしてのその宝塚人生の自分で自分のちゃんとゴールは決めた方がいいから、私は私で私のゴールを決めたから、決して私が辞めるからって言ってその一緒に辞める必要もないし、まあ、自分ゆみちゃん自身が納得して辞めてほしいって、辞めてほしいというかそのゴールは決めてほしいと思ったので、その気持ちはすごく伝えました、はい、でももうゆみさん自身の決意が、決意は、はい、組んだ時です。トップコンビを組んだ当初にそういう話を一度したことがあって、まだその自分も先のこととか決めてない時に、まあ自然とそういう話になって、はい、あの私と一緒に辞めたいっていう意思がありますというのは本人からあの強い感じで受けてたので、その時もいや今はそうだとは思う、そうかもしれない、その気持ちはすごく嬉しいけど、いや1年後2年後どう気持ちが変わってるかも分かんないし、まあその時はその時でちゃんと考えてねっていう言い方をしてたんですけど、まあ結果一緒に対談するっていう一緒にゴールを迎えるってことになったので、やはりゆうみちゃんって本当に芯がしっかりしてて変わらないぶれない人だなってはつくづく感心して、なんか女役さんとしての美学がきっちりある、でもそういうゆうみちゃんと一緒に組めたことはありがたかったですね。なんか私は男役が大好きで彼女は女役が大好きだったので、こう喧嘩し合わないというかお互い好きなことを突き詰めていって、はい、うん、やれたのは良かったですね。さて、宝塚スタートークは毎週火曜日の配信でチャプター19からチャプター21までご覧になります。この続きもぜひご覧ください。もうでも 最後の卒業公演のお稽古の始まりの時とか、うん、いやー結構グッときましたね。グッとがいらっしゃってるのをテレビでの画面で拝見して、あーって思いました、ね、こうそういうのを振り返るとなんか恥ずかしくなるんですけど、やっぱその時の自分の気持ちはやっぱりあのぐらいのこう高まりがあって、いろんな感情をこう
なんか味わい尽くして対談しようって対談を超える時は決めてました。なので何が一番景色として覚えてることですか、対談の。やはりあのショーの中の一場面で、あの組子の顔を一人一人見ていく絆の場面という場面だったんですが、まあ、やっぱりそこでみんなの顔を見てると、そこの視線の中に入ってくる思いもガンガン伝わってきて、いやあのシーンは、たまらなかったですね毎回。でちょっと油断した前楽に号泣っていう、なんか千秋楽は泣かないって決め、泣かないというか泣いて歌えなくなったらダメだっていう、さよならショーもあるしね、そうまだまだって思ってて覚悟決めてたんですけど、なんか前楽ちょっと油断しちゃったんですよね、そこでもみたいな。さあいろいろとねお話を聞いていますが、咲妃美優さん、はい、私だけが知っている咲妃美優さんというのはどんな人ですか。なんか意外に意外なのか分かんないですけど、手に取るように分かるんですよ。あのね、はいはいって一生懸命聞いてくれるんですけど、たまに私が言ったことにカチンときてたりえってあそうじゃないんだけどって思ってるのが、表には出してないつもりなんですよ彼女的には。ね、でも超顔に出てる超顔に出てるよって私は心の中でファーって思ってるんですよ。それをあ怒ってるって思って楽しんだり、へあ今怒ってるからちょっと私ももうちょっときっちりしようとか、あのなんか私こう真剣にお芝居のことをこう言い合ってたり、なんかこう足をこうしようとか割と真剣に言ってる時間が長ければ長いほどちょっとふざけたくなっちゃったりするんです。でも相手、まあ、ゆうみちゃん的にはそれが真剣なモードのままなんで、なんかえなんで今それやるんですかみたいな、うん、今ですかみたいなのがやってそうでしょ、うん、やってそう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 、はあ、そこでもそこが変わる、そうなんです、それが面白いんですけどね、だからやっちゃうんですけどね。じゃあもうそのさっき姫さんでよかった相手役がって思う最大の理由っていうのは何ですか。ちゃんと例えば、まあ、お芝居の真剣な話とか、はい、お芝居じゃない普通のなんかこれとこれどっちがいいとかいうその単純なことまで相談したらちゃんと彼女の意見が返ってくること、遠慮しがちにも早く言ってよみたいな感じで言うとこっちがとか私はこう思うんですよねっていうのがちゃんとそこにブレがないのが、なんか私が答えてほしそうな答えを言うわけじゃなくて私はこう思います、でも千木さんが良き方にみたいなのがついてくるんですけど、でもその意見にすごく助けられましたし信頼できたし、だからもうお芝居の話だったりこの宝塚の仕事の面の話とかではやっぱり迷ったら由美ちゃんに聞くっていうことはなんか自然とやってたなって、そこだからそういう、ゆうみちゃんだったからだろうなと思います。実は同じ質問を咲妃美優さんにもあしているので、はい、咲妃さんはどう思っていたのか、怖いですね。怖いですかでもこういうだろうなっていうのが大体わかるんですよ、もう褒めたたえて終わるんですよ、なんかねそこがね、またってその褒められるともうこういう顔になっちゃうんです。どんなことをお答えになっているのかというのは次回の、はい、あ次回なんですね、はい、そうなんです、配信からお伝えします、はい、そして次回の配信からはネスレ会員の方のみがご覧いただけるということになっています。今ご覧いただいているホームページから簡単に登録することができます。ぜひ会員登録していただいて、はい、一体どんなことを咲妃さんがおっしゃっているのかぜひ見逃さないようにお願いいたします。この続きもぜひご覧ください。ということで咲妃美さんより VTR が届いております。私だけが知っている咲妃聖奈さん、ということと咲妃さんでよかった、と彼女はどう思っているのか見てみることにしましょう、はい、咲妃さんご無沙汰しております、咲妃美優です。私に対してのコメントをいただいたそうでそれを伺ったんですけれども、まあ、喜怒哀楽がはっきりしているという言葉をいただきまして、恥ずかしいやら申し訳ないやらでした。でも割と千木さんも
分かりましたよ割とちぎさんも分かりやすかったですし、もう楽しい時はもうドヒャーってなってらっしゃいますし、あとはちょっとピリピリモードの時はなんて言うんですか、別にそれは表立って出るわけではなく、もう目の奥が真剣モードみたいな感じで分かりやすかったですずるくないこれ。ちぎさんは男役さんがお好きで、私は娘役が好きで、そういう2人がコンビを組めたっていうことはとても良かったと思うっていうお話をいただいて、それは私ももうまさに同感ですし、本当にありがたかったなと思います。固定の相手役さんがいてくださるっていうことの尊さとか、やっぱりありがたい立場、トップ娘役という立場にならせていただくからこそ経験できる幸せを次さんからいっぱいいただきました。一舞台人としても、そして人としても尊敬できる方の相手役をさせていただけたっていうのは、もう私の人生の宝物です。もう相変わらず大尊敬してます、うん、はい、よかったです。画面ぐらいがちょうどいい今もしねご本人がいたらもうなんかもうわーってあー久しぶりにわーみたいな、ね、でもどうですか、こういうことおっしゃりそうだなと思った通りでしたか。まあそうですね、いやなんかそうどっちかだろうなと思って、なんかこう爆弾みたいな、なんかこうなんか違うものバーンって投下してくるか、はい、まあでも15割ぐらいじゃなかったから良かったですね。そうですね、なんかどこが好きですかとかいう、よく現役中の質問とか全てですとか言っちゃうから、もうそれ全然つまんないじゃんみたいなどこか具体的に言いなよとか心の中でよく思ってた。でも心の中で言ってることがでもすごいよく見えてました、ちぎさんもってすっごい何回もおっしゃってましたひどい分かってましたよって隠してたつもりが隠せてないってことそうですよね、よく夫婦漫才って言葉使ってらっしゃいましたけど、うん、本当になんかいや漫才みたいでしたね、うん、ずっとあまりにも一緒にいすぎてて3年間が濃すぎたので、こうあ現場に仕事の現場にお稽古場にあいないんだっていうのをふと実感した時があって、なんかあゆうみちゃんだ、私がゆうみちゃんがここにいたらどうするって、あ今までだったら聞いてたなとか、でも聞く相手があもういないいないっていうか、あここまで信頼し合ってた人とこうちょっと離れるっていうか、もう一緒に仕事をすることが、まあるかもしれないけど、うん、決まってやっていたことが急になくなるって、こんななんかちょっと寂しい不思議な気持ちなんだっていうのを味わったんですよね。現役中の私の夢が、うん、辞めても相手役さんとお茶に行けるようになってたいって、こうなんかご飯じゃなくてお茶がいいんですよ。お茶そのなんていうか、ご飯じゃなくてお茶がいいんですか。ご飯はなんかご飯を食べに行くという目的な気がして、そうかじゃなくてお茶ってその時間を共有、なんですか、一緒にいられるのがお茶じゃないですか。そうですね。そうなんかだから別にお茶だけがいいというわけじゃないんですけど、お茶に行きたいなと、そうやって対談しても過ごせる中でありたいなっていうのが目標だったので、まあ、そういう今そう慣れているので本当に良かったなって思います。来週は咲妃さんとの思い出をさらに語っていただこうと思っています。はいはい、さらに聞きますけど、はい、なんかこう今だから話せるようなことって何かありますか。2人でエピソードどっかに行ったとか、就任当初一緒にトップコンビ当初、はい、何が好きなのって聞いたら夜景を見ることですって言ったんですよ。だからなんか私頑張った、張り切って頑張ったんですよ私なりに。ある日その組演会っていうのが毎回一公演に1回あるので、はい、そこでまあほろ酔いになったゆうみちゃんが、私ももっとちぎさんと普通のお話がしたいなって言ったんですよ。私はそれがもうはぁってなんかかわいい、なんかそういえばしてないっていうか、まあ時間もないので、
もうその必要に迫られた話しか そういえばしてないなって思った時に、なんかこれはなんかまあ本人が喜ぶことをしなきゃって、まあ私もね可愛かったですよね。いいその頃は神戸の六甲山って夜景が有名なところに行こうって誘って、まあ行ったんですけど、寒いんですよ。寒いの苦手で、もう分かってるからすっごい着込んでいって、紅茶をあの魔法瓶に入れてですね、水筒に入れて、お漫画っぽい。そう、私はもうこうなりながらなんかもう冷めてないこれみたいな、そうそうそう、冷めてないこれもうなんかぬるくないとか言いながら、でも大丈夫大丈夫ですとか言って、この辺とかこうなんかあったかいですよ、あったかくなりますとか言う、あとか、あ私のこといいから早く夜景見て、夜景ほら夜景だよって言うんで、あなたはここに夜景を見に来た、ほら夜景夜景って言うけど、全然なんか私のことが心配かなんか、チキさんとこれって嬉しいみたいな、キャピーみたいな、で全然夜景見ないんですよ私は。なんだこれだったら稽古場でも一緒だろうって、そうそうそう、本当にもうそういう状況で、まあでもまあ良かったか、まあねまあ、そのまあそういうね時間を持てたことが私としては、まあ自分も良かったなと思うし、本人も喜んで、まあ、夜景は見てなかったけど喜んでくれただろうっていう思いで、その後私風邪ひいたんですよ。二人で風邪？いや私だけで、でもちょっとトップが風邪ひいたなんてもうありえないから、もう超隠して、まあゆみちゃんには分かってますよね、ちょっと鼻声ですよねって言われて、やっぱりっていう、誰のせいかなって、うん、無言でって指さす。さあ、ご本人はその時のことをどう思ってるのかを聞いてありますので。え、本当に？はい、見てみて。ケール。そうですね、あのそれもあの、まあ、宴会の席でジギさんと一緒にあのお出かけしたいというようなことを、私がもう下級生にも かかわらずポロッとお伝えしてしまったことを、なんと優しい千木さんがあの覚えておいてくださって、というかあのその翌日だったんですけれども、翌日かご連絡をくださって言っていただいて、もう驚きですよ、もう心臓がどこんなになって、二人きりでね、まさか、ね、これ、ね、言っていいんですよね、千木さんの運転でお出かけなんてもう初でしたし山道をもう巧みな運転で登っていかれるわけですよ。普通の運転ですよ、全然巧みじゃないですよそのお姿をチラチラ拝見しながら、続かない会話を盛り立てようとベラベラ喋っていた、でも何を喋っていたか覚えてないぐらい緊張していたんですけど、肌を刺すような冷たさだったんですね夜景を見るというよりは、もう見た、目に焼き付けた、もういい、もう行くよっていうことをおっしゃってらっしゃって、私はのんきにパシャパシャと写真を撮ったりしてたんですけど、1年後ぐらいですお話を伺ったら、その後千木さんが風邪をひかれたっていう。あ、本人気づいてなかったんだ。でも私にとっては本当に忘れられないお出かけになりました。ありがとうございました。いやあのやり取りが目に浮かぶようですよ、二人の。なんかね、まだ組み立てなんで、本当にそのよそよそしいっていうか、まあ、ういういしいと言いますか、何休みとか何してんのみたいなぐらいの感じですよ。あ、そうでしょうね。はい、こうしなんか今日は多分カラーリングに行きましたぐらいの感じで、そう何色が好きなの、はい、ピンク、ああ、そう、私とは違うねみたいなそんなところからの、もう今です、目跡漫才に、ね、行き着いたん ですよね。面白いもんですよね。素晴らしいと思います。あのまだまだ聞いていきますから、しつこく、はいはい、宝塚スタートークは毎週火曜日の配信で、チャプター22からチャプター24までご覧いただくことができます。この後もぜひご覧ください。ということで、さきひさんからいろんなプレゼントをもらわれたと思いますけれども、一番思い出に残っているもの、一番印象深いのはあのストレッチポール、あ、はい、長い、このぐらいの長いストレッチポールのカバーを作ってくれて、大変ですね。大変ですよね。私の好きな
星が入ってて、もちろんチギって入ってて、あの動物占いが象なんですよ。へえ象なんです、ね、ちょっと、ね、昔流行りましたよね。流行りました。流行ったちょっと後にまたブームが私に来て、私は象だっていうのを、まあ、多分言ったのが多分、まあ、印象に残ってるんでしょうね。その象とあの、まあ、フェルトでその夜な夜な本当に、しかもそれがもう稽古中とかなんで、いきなりプレゼントが来るんですか。今日は誕生日なのでとか、バレンタインデーこういう感じで、はいみたいな感じで、うわーうわーですよ、うわーってわーってか、まあ嬉しいんですけど、私こんな私かったらもう人生で絶対できないみたいな。それではさきひさんから、はい、さきひさんへのメッセージというのを、ね、はい、改めていただいておりますのでご覧いただきたいと思います。ちひさん、改めまして、元嫁のさきひみゆです。お会いできなくなって、もうだいぶ時間が経ってしまっていて、私としては私は勝手に寂しいなって思いながら日々を過ごしてるんですけれども、これからまあいろいろなお仕事をなさっていく中で、もし心のゆとりがあるんだったら、いろんなちぎさんが好きなことをできてたらいいなっていうことを私はなんとなく密かに思っているところです。またちぎさんの舞台見て勉強させてください。ウーマンオブザイヤー、あのポスターのドレス姿とっても素敵でした。はい、とても楽しみにしています。私もちぎさんを見習って一生懸命これからも頑張りたいと思いますので、またもしよろしければですけれども、お茶などいかがでしょうか。またお誘いさせてください。ではまたお会いしましょう。会ってください。どうですか。うん、まあ普通ですね。もう何なのこのツンデレな感じ。自分としてもなんかこうずっと新鮮にやれたのは、ゆうみちゃんの持ち合わせてる、その他にはゆうみちゃんみたいな人はあんま会ったことないから、もうこういう、こう唯一無二の相手役さんに出会えてよかったなっていうのは。でもお茶って言ってましたよ、ご飯じゃなくて。ねえ、すごい よく伝わっててよかったです。ご飯には行きたくない、お茶だけ。ではメッセージをせっかくですので最後に、ゆうみちゃんに、はい、はい、普通のコメントをありがとうございました。はい、久しぶりに、ゆうみちゃんのこのスローで、でもスローなんだけどこうしっかりとした、生の声を聞くことができて、こう途中で私は首というか、まあ、口を挟みたくなるこのモードにこう自分がこうなっていくのを感じながら、この感覚懐かしいなと思って聞かせていただきました。ありがとうございます。ゆうみちゃんの、対談後の活躍も私見ております。在団中からたくさん刺激をもらったゆうみちゃんでありますが、やっぱり対談してもたくさんの刺激をもらってますし、ゆうみちゃんの活躍をこれからも私も見てたいと思うので、ゆうみちゃんらしく心を解き放って、頑張ってほしいなと思ってます。ご飯ではなくお茶に行きましょう。またね。ありがとう。それを見ているさきひさんをまた見たいって、ってなってるんでしょうね。ねえ、どうなんでしょうね。そうですね、でも本当にこれは巡り合い、そうですね、ご縁だったなと思います。本当にいろいろといいお話を聞かせていただきありがとうございました。さあ次回はいよいよ最終回となります。最後は宝塚への思いなども語っていただきます。週にわたってお送りしてまいりました。いかがでしたか。そうですね、8週、はい、そうなんですよ。振り返ってみると8週っていうのは長いですけれども、あっという間だったなと、こうやってお話しさせていただくと、17年間在籍して音楽学校を得ると19年間、あっという間な出来事だったら、はい、でも本当に私の
この人生そのものだったなっていうのを、はい、お話ししていて感じました。最後にこの番組というか毎回ゲストの方に伺っているんですが、さぎりせいなさんにとって宝塚を一言で表すとしたらどんな言葉になりますか？よく宝塚ってその学び屋だとか学校だみたいないう言い方をするんですけど、まさにその通りだなって思っていて、だから退団するのに卒業という言い方もしますし、あ、やっと宝塚学校といいますか、宝塚という大きい学校をやっぱり学校を出たんだなっていう気持ちになってますね。だからいろんなことを学ばせていただいて、まあ本名の自分、芸名の自分を育ててもらった大切な場所ですね。自分を作ってもらえた場所、はい、きっとたくさんのファンの方がまたこっちのスタートークもご覧になっていただいていると思うので、うん、はい、そんなファンの皆様へのメッセージをお願いいたします。はい、今までもそしてこれからも応援してくださるファンの皆さん、お客様、卒業して男役じゃなくなった自分が、どうなるのかなと自分が一番不思議でたまらなかったんですけど、案外意外に元気で楽しんでおります。そして、勇気を持って新しい表現の世界に飛び込んだのですが、やはりそこにはファンの皆さんやお客様の力強い、そして心強い、後押しがあったからこそ今私は、ここに立っていると思っております。皆様の応援がある限り、そこに何かしらの方法、何かしらの表現で、応えていきたいなと思っていますので、これからもどうぞよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。本当にいろいろあれこれ聞いたけど、はい、まだまだもっともっと聞きたいという気持ちが、ありがとうございます、はい、でも振り返っていただけるぐらい、うん、中井さんにもこうたくさん見ていただけてるんだなって思うと、すごい、本当にありがとうございます。いろんな楽しませていただきましたし、ね、宝塚を卒業してこれからのまた新しいチャプターが始まるんだなっていうのをすごい感じるので、はい、楽しみにさせていただきたいと思います。ありがとうございます。今日のゲストはさぎりせいなさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。